everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。11月3日文化の日、午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日はですね、大統領選挙のアメリカのね、開票日だと思うんですけども、王子一切携わっておりませんので、ね、あんまり関係ないんですけど、ね、ちょっと興味はありますけども、今日ちょっとそんなね、時事的なことをちょっとお話しさせていただきました。はい、お隣。はい、今日は文化の日です。皆様、文化的な一日を過ごせたでしょうか？一緒にコミスキーと。今日文化の日なんですよね。今日特にですね、文化のことはしていないんですけども、ただですね、実家で水道工事しました。ダンサーズでございます。はい、お忙しいこと。水道は無事治りましたでしょうか？はい、治りました。よかったです。はい。ということで、今週のテーマは？クイズ。今週のテーマはクイズです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日のゲストは FM ギノワンスタッフ、キャン・カズマスさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海共和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、今週はツイキャスでご覧の方はお分かりになるかもしれませんが、通常モードになっております。まあそうだよね今日は何も変わることがございませんので、はいはい、いやー先週はねすごかったですね、 FM ギノワンさんをね、うん、なんかすごかったですよ本当に。皆さんこう週の終わりに向かってどんどんね、仮想のクオリティが上がってました。でも本当に先週ね、王子もね、仮面舞踏会のようなこうマスクしてたじゃないですかあれね、目が痒くてしょうがなかったんだよね本当にもう目がチカチカしてね、喋るところの騒ぎじゃございませんでしたよ落ち着かなかったですよね。そうだね。ね、ではメール来てますか？はい、じゃあお願いします。はい、銭形警部からですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマクイズ。私にとってクイズといえばアメリカ横断ウルトラクイズ出場に憧れ、高校卒業後にクイズを始めたことですね。高校生の頃にアメリカ横断ウルトラクイズを見て、すごい戦いをやっているなと強烈な印象を受け、高校卒業後にウルトラクイズを目指し、クイズサークル研究会に入り、クイズ本や雑学本などを読み知識を覚え、1億2000万人のクイズ王決定戦沖縄地区予選に参加しましたが予選落ちとなり、その後ウルトラクイズ出場を目指し勉強しましたが、残念なことにウルトラクイズの大会が終了し、その後
クイズ研究会は自然消滅し、残念な思い出がありました。あ、これ参加されたんですね。ね、でもやっぱりウルトラクイズってすごい難しいんですよね。うん、そうですよね。だけどね、やっぱり皆さんこう憧れたんじゃないですかね。一回は出てみたいなっていうのがね、あったと思います。うん、今のご時世で一度だけウルトラクイズが復活したら参加してみたいですね。ウルトラクイズは1977年、昭和52年から1992年、平成4年、第16回大会で本放送は終了しましたが、6年後、平成10年に日本テレビ開局45周年記念で、今世紀最後、アメリカ横断ウルトラクイズ第17回大会が開催し、放送されましたが、事実上、最後で21世紀になってからは、開催されていません、うん、ということなんですね。あ、お詳しいですね、警部。ね、すごい。そっか。なんかまるでウィキペディアみたいな。そうですね。いや、すごいね。でも結構夢のある番組でしたよね。そうですね。ね、はい、では次いきますね。はいはい。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマクイズ。僕はクイズ番組を連想しました。テレビのクイズ番組って昔も今も見ていて楽しいですよね。番組内のクイズ内容の面白さはもちろん、豪華景品をかけてクイズ回答者同士の攻防戦にハラハラしたり、自分自身もテレビ見ながら一緒に考えてる楽しみもありますよね。テレビで取材された問題に対して自分の出した答えが当たっちゃったら、すごい得意な気分になりませんか？わ、うん、かります。わかります。でも番組中の問題に全部答えきれてるわけでは決してないし、もし仮に自分自身がクイズ番組に回答者として出場できたとして、絶対緊張しているはずだし、クイズの回答時間の制限時間内に答えるプレッシャーに全然対応できないだろうなと勝手に妄想しちゃいました。何でもそうですが、考えやアイデアをひねり出すときって緊張しているときはなかなか出てこないですよね。リラックスしているとき、良いアイデア、答えが出てきたりするものですよね。時間や様々な状況に追い込まれて答えをひねり出さないといけないのは嫌だな。いつもリラックスしていたいなと思ってしまいました。勝手な妄想ですが、王子は番組では常にリラックスしていて発想に柔軟性がありそうだなと思います。実生活でも常にリラックスできていますか？あのね、王子ね、緊張感を持ってね、ラジオしてるんですけども、まあ、皆さんにはそうね、このトークがね、どうしてもね、ちょっとこう、柔らかくね、聞こえてしまうんでしょうね。そうじゃない？ふざけるな！でね、私生活はですね、かなりね、ピリピリしてますよ。もう ね、いろんなところからこのプレッシャーをかけられてね。もう王子もね、王子の立場でいられないもの。ねえ、家庭の方が緊張感があるんですね。そうですね。なんかむしろこの番組の中での方が伸び伸びしてるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど。いや、トークがこれだけね、生かされると思ってないですからね。もうお家ではね、お家じゃないですね。宮殿の中ではね、ね、言葉を発しませんので。はい。で、ダンサーズさんや味噌煮込みすきさんはいかがでしょうか。番組最後まで聞いてますということでありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズは番組は緊張してるんですか、やっぱり。番組ですか。うん、緊張してますよ。ね、緊張してますよ。あのね、番組当初からね、緊張してる姿は見たことないんですけどね。いや、まあ、緊張で、あ、ごめんなさい、ヒヤヒヤしてる。あ、ヒヤヒヤしてる。そう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 。このね、あ、そういう意味では同感です。スペリ王子のトークがね。うん、ああ、そういうことなの、ね、なんかね、ドキ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 するのは、はい、ゲストの方とのクロストークで。絡みですね。なんかね、その話題に持ってくっていうのとかね、すごいヒヤヒヤします。頭柔らかいでしょ。いや、ちょっとね、こう打ち合わせにないこととか言うから怖いですよね。最近はあれ、みそちゃんのブレーキがかからないですか？
いや、っていうよりね、もう止めきれないんですよね。なんか、え、そっちの方向へ持ってくみたいな感じになって。もう、今でも忘れられないのが、大城バネッサさんの時でしたね。あー、はい、ね、あれは、ありえないなと思いました、ね。あれ、バネちゃん自らが軌道修正しましたからね。ですね。歌える歌がなかったんです ね。ゲストご立腹でしたね。いやもう、そういえばあれから出てもらってない気がするな。申し訳ないじゃないの。やっぱりそうかな。はい、次お願いします。はい、泉さんの特急サラさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。クイズといえば、地名読みクイズですかね。地方には難しい読み方の地名がありますよね。特に沖縄の地名は読み方が難しく、ハビンと読む、ハビンですよね。ああ、ビンね。ビン。あ、そうそう、保つにし、あの、栄えるに茂るっていう字で、ビンと読みます。うん、ね、ビンと読む地名や、実着。そう、はい、勢いに、はい、理科の理にお客さんの客ね。はい、実着と読む地名など難しい地名が、はい、やだ、もう下読みしたのに。多いですね。はい、それをクイズに出されると、わからないと答えるしかありません。はい、じゃあまたやーってことなんですけども、いいフォローでしたね、みそちゃん。いやごめん、なんかさ、自分下読みしてて王子も自信満々だから、よし大丈夫だなって思ってたんですけど、うん、うん、助け舟出しちゃいました、いい感じだよね。はいはい、はい、じゃあ続きますね。もう時間ですね。はい、あ、うん、あ、はい、はい、じゃあ CM の後はゲストコーナーでお願いします。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、ゲストコーナーです。今日は、はい、今夜は、FM ギノアスタッフでございます、キャン・カズマサさんです。こんばんは。こんばんは。わあ、すごいエコー。おこんばんは。聞こえますか。聞こえますか。あれあれ、お風呂で喋ってます。キャンさん、お風呂の中みたい。そうですね、エコーかかってますね。そうですね、よろしければ、リバーブのところ下げていただければと思いますけども。はい。わかりました。わかりました。はい。これで大丈夫だと思います。あ、よかったよかった。お風呂から戻ってきました。戻ってきた。お風呂上がり、はい。ありがとうございます。すいません、ちょっとマイクの方が、はい、入力がなんか、低く感じたので、はい。はい。リバーブを間違って、
あげてました。そうなんですね。はい、ありがとうございます。改めましてすいませんけど、自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。 FM ギノワンのできる男、キャンです。実は僕フルネームでいつも名乗ってないんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんかあるんですか。 FM ギノワンで名乗るときは、はい、CAN のキャンで名乗ってます。あ、CAN。 はい、できだからできる男ということで。はい、できる男として名乗ってます。あら、素敵ですね。いや、もうね、キャンさん、僕、DJ プレイをまだ見たことなくてですね、動画でしかまだ見たことないので、あれって、はい、いつ覚えたんですか？あれは26、7ぐらいの時に、はい。以前、体育施設で働いたんですけど、はい。その間に趣味で始めました。趣味なんですね。趣味なんですか？はい、趣味です。あら、例えばその何か、まあ音楽プロデュースをしてほしいとか、あと何かそういった依頼とか、まあそういったまあいやらしいんですけど、ちょっとビジネスチックなことで始められたんかなと思ったんですけど、そうではないんですか。全く違いますね。ああ、そうなんですか。僕もともと陸上選手だったんで、100メートル200メートル専門であって、社会人になってもちょっとレースしてたんですよ。はい。それで体育施設で働いたんですけど、はい。その間にトレーニングルームとか担当して、流れる有線の音楽で、なんか DJ やりたいなって思いまして、はい。それで機材集めて遊び始めたのがきっかけです。ああ、そうなんですか。いやいや、はい。ああ、驚きました。でも、これってあれですか？全部独学なんですか？独学ですね。ああ、誰かからこう教えてもらったとか、こういう風にしたらとか、そういうアドバイスはなく。そうですね。周りにそういった方がいなかったので、もう本当にもう本を買ったり、YouTube 見まくったり、もうこんな風にやってるんだろうな、想像しながら、プレイを重ねていった感じですね。あ、そうなんですね。はい。いやー、そうするとあれですか？今はもう DJ っていうともう、例えば今 CD が、まあ、メインに多いと思いますけど、レコードもされてらっしゃるんですか？レコードもやりたいんですけど、やっぱり初期投資がすごく高いので、はい、本当にこれでお金を稼げるようになってから手出そうと思ってます。あー、もう今。僕は主にデータでやってるので。うん、もうね、でも今、これの方が、はい、レコードでもですね、今すごいパフォーマンスみたいになってて、ね、ちょっとごめんなさい、ちょっとマニアックな話ですけど、セラーノだと、はい、もうほとんど回してて、と、ね、はい、キロヘルツの音流してるだけっていうやつですけども、まあ、ああいうので今、はいはい、プレイされてる方もすごい多いですよね。まあ、むしろそちらの方が、主流ですよね。うん、あー、そうです。スクラッチプレイをするには、どうしてもレコードが必要なので。ただ、電子でも似たようなプレイはできたりするんで、それを極められれば、同じようなパフォーマンスできるんじゃないかなとは思ってます。ああ、そうですね。はい。で、実はですね、この今、お話をさせていただいてるんですけども、隣でですね、めちゃめちゃ暇そうに頭かいてるようなんですけども、ちょっとで変わりますね。暇ではないんですけどね、はい、お世話になってます。王子でございます。どうも、はじめまして。はじめまして。キャンさんとはね、お話したことは、ないです。はじめましてなんですか？はじめましてなんですよ。もうびっくり。うん、なかなか公務が忙しくてね、沖縄に行くことがないんですか。本当にですね。本当のリモート放送なんですよね。うん、今日はね、キャンさんの、ね、出だしはね、もうびっくりしましたよ。ね、リバーブにも王子も立ちたし、お株を奪われたような感じでね、ちょっとね、ショックでした。おだまり。これいつもね思うんですけども、まあ、王子ね、こういうナチュラルトークをしていますけども、ね、沖縄の方とかね、全国ね、全世界の方々、どういうふうに聞こえてるのかなって、ね、いつもね、ヒヤヒヤしてるんですけども、ね、キャンさんから、はい、ね、聞いていただいて、どんな感じでしょうか？いや、楽しいと思います。なんか言わせてる感があるけど、いいかな。よかった。よかったです。やっぱりね、これが別に作って、ってのトークではございませんので、ね、いつもの王子の自然体ですね。これがね、皆様の放送に載ってるっていうことで、
楽しんでいただけるならね、本当にね、嬉しい限りでございますよ。なんか、王子一人で喋ってるけど大丈夫かな？もう、大丈夫、大丈夫。じゃあ、これ流します。もう、ざ、り。はい、ということで。もういろんなとこから。あれ、今日そして、なんか、ちょっと特殊な方法でクロストークしてるんですか？そうですね、特殊な方法ですよね。そうですね。あ、はい。結構、はい、ディレイがあって、ええ、僕に、自分の声が、2、3秒くれるんですよ。あ、すいません。エコになってるんですけども。いや、もうそれでちょっと、タイミングとかいつも外してると思うんで、はい、申し訳ないなと思いながら。いや、大丈夫ですよ。はい。ちょっと、やはり、ね、機材、のね、レベルがここまでなんですけども。いや、まあ、ちょっとですね、今、今月か、あ、先月か、先月の途中からなんですけど、ちょっと入れ替えをしまして。ほう。で、新たな方法ですね。で、今、つないでるっていう風で、すごく音声もクリアに届いております。うん、すごい音声クリアになって、はい、本当にこの名古屋の雰囲気感じられるようになりましたね。ありがとうございます。いやー、本当ね、まあ、いろいろとこういった試行錯誤しているリモートプログラムですので、うん、ということでですね、この、リモートプログラムにいるもう一人のメンバー、はい。味噌煮込み好きです。で、さっきから何回ももう声出してますけど、ね、はい、実はこのリモートプログラムができるのはね、本当にキャンさんのおかげで。うん。そうなんですよ。もう。ね、皆さんがちゃんとプログラム組んでいただいてるんで。本当に感謝しております。そうそう。ありがとうございます。僕らではできないことをやっていただいてるということで。この三人でだけではとても実現しないことをですね。はい。本当に、キャンさんの技術力と、ね、結集して。そうですね。うん。で、まあ、これからも、うん、微力ながらお手伝いさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当ね、この滑り王子がもし、こういったものを構築したら、目が当てられないぐらい、散々たる状況になると思いますけどね。ですね。そういえば、キャンさん、先週の、仮装っていうか、ハロウィンウィークは、はい、どんな、仮装されたんですかね？一つアニメのキャラクター、アクセラレーターっていうものと、うん、バットマンの敵の、ジョーカー。ああ。はい。で、もう一つはオリジナルコンセプトで、ブレイドっていう吸血鬼がいるんですけど。はい。はい。それが日本人だったら。すごい。っていうやつです。っていうか、その、三種類というかね、だったんですね。はい。三種類やりました。すごいですね、うん。ということでですね、お時間となりました。あら、早い。はい、早いですね。はい。ではまた、はい、これからも、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日のゲストは、FM ギノアスタッフ、キャン・カズマスさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。いいですか？はい。はい、はい。メールなんですけども、先週ですね、はい、一通ちょっと読み忘れておりました。ご紹介ちょっとできなかったですかね。できなかったので、はい、進撃のめいちゃんから。はい。メールが来ておりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム、進撃のめいちゃん。はい。仮装のクオリティが独特な皆様、笑い。お疲れ様です。今日はご報告、おメールから。はい。無事に、キウ名古屋からプレゼントが届き、まさかのラーメン3種セット。おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。ダンサーズショーね。そうですね。沖縄では見ないプレゼント、初めて食べたんですが、スガキ屋のラーメンが美味しかったです。おー、よかったです。よかった、よかった。テーマから離れたメールで申し訳ございません。いやいやいや、よかったです。なんか、喜んでいただけて、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、またこんな企画やれたらいいですよね。はい。はい。はい。
ではメールいきますね。はい、はい、こんばんは。クイズとかなぞなぞとか難しくて苦手かな。あ、ラジオネームは島奈さんですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でもクイズダービーは見ていました。古いですね。いや、そんなことないです。よくわかります。竹下恵子さんとか原平さんとか懐かしいですね。原平さんとは何度か、あ、なぜか知り合いになり何度も飲んでましたよ。そう、すごい、すごいですね。でも一度もクイズの話はしたことなかったですね。それでは最後まで頑張ってくださいね。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、原平さんと飲むっていうね、うん、すごいですね。すごいですね。一度でいいから原平さんに全部って言いたかったですね。そうですね。いや、でもそれ、はい、それ言う人とは飲まないでしょうね。あ、そうですか。はい。はい。あの、ツイキャスありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、そうそう、おかちからもちさんが、マイチューナー初耳って。そうなんですよ。実はマイチューナーラジオというアプリ、もしくはあの、サイトからですね、この FM ギルマン聞けますので、はい。こちらからもぜひ、お願い、よろしくお願いいたします。はい、あとひろちさんこんばんは。ということで、こんばんは。クイズといえば博士が司会する天才クイズに小5の時に出て10問中5問正解して6問目間違えて終わるまで座ってた思いです。ということで、え、出たんですか。ね、出たんですね。あ、すごいですね。王子も ね、出ましたよ。あ、あ、うん、あ、そう言ってました、うん、言ってました。王子出たんですけど、うん、1, 面も1問目でね、かぶり間違えてしまいましたね。え、一人だけね、なんか前言ってたね、一人だけね、座ってましたからね。あの、すいません、あの、一応この天才クイズは一問目で間違える人ほとんどいない、ほとんどいないですね。かぶり間違えたの本当に歌の通りでしたね。クイズまで滑ってるんですね。うん、バッチリね、一人で抜かれちゃいましたね。年齢関係なく滑ってた。ね、まあ、ね、てか昔から滑ってた。昔から滑ってたってことですね。じゃあ、それのしんちゃんさん、はい、キャンさんとはトロピカルビーチの FM ギノワンのバーベキューでお会いしましたということですね。ああ、そうですか、はい。ですね、トロピはどうだったでしょうか。ねえ、はい、いいですね。 なんか生 DJ プレイ聞いてみたいですよね、うん、そうですよね、聞いてみたいです ね。ということで、もうお時間ですか、はい、そうですね、はい、はい、じゃあエンディングです。来週のテーマはエレベーター。来週のテーマはエレベーターです。普段使用しているエレベーターの話やすごいエレベーターなど何でも教えてくださいということで、ごめんなさい、ちょっと一通ね、ご紹介できなかったのでまた来週紹介します。はい、はい、この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。では、ね、本当はね、うん、クイズでね、面白い話があったんですけどね、うん、時間なくてね、はい、ご紹介できなかったですけどね。なんかいつもそうやって不完全燃焼ね、応じて、うん。次の機会にね。また滑らすんですよね。はい。はい。うん、とってもね、はい。はい、ということで。はい、また来週でーす。はい、お聞きありがとうございます。ありがとうございました。閉店ガラガラ。今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。フルムン新一さんから来てたんですけど、はい、また来週ご紹介したいと思います。はい、ツイキャスもありがとうございました。いや、本当に滑ってますね、本当。え、今日はそんなことなかったよね。いや、今日も滑ってた、さらに滑ってた。あ、そう、今日も安定でした、うん、はい、はい、また来週、また来週。